今日も何かのヒーローにジャスティスターです。フォルお願いします。はい、ということで、まあ皆さん、僕たちから伝えなきゃいけないことがあるということで、はい、ついにこのあれになってしまいましたね。長かったよ。言いづらいね。なんかダメな気がする。俺はやめとく。今日は俺このままじゃダメな気がする。あやってらんないよ。でいいかな。いやどうかな。もうちょい待つ。ちょっと待つか。一回待つか。一回考えちゃう。考えたで。これを言ったことに対して影響考えよ。そうそう、多分アメリカは動くやん。確実なの。アメリカ動く、まあアメリカ動くっていうのは多分 NASA もごちゃついて、ね、まあ火星人も動き出す。そうですね。で、あと近所のおじいちゃんもちょっとあの重たい腰上げるよね、多分ね。そう、腰上げるね。わしの出番かなってくるぐらいだから、はい、ということで、まあ発表したいと思います。はい、我々ジャスティスター、オフ会をやります。アメリカ動いてー、母も動いてー、近所のおじいちゃん動いてー、動くかー。はい、ということで、はい、ということで、なんと、はい、約1年ぶりにですね、我々ジャスティスター第2回目のオフ会をやりたいと思います。やっとだよ。そうですよ。お待たせしました。前回が、もう約1年前の、まあ、大体3月2月ぐらいかな、3月か、うん、の時にやったんですけど、あの時はまだ YouTube 始めて1年ちょっと経つか経たないかぐらい、うん、はい、今回はまあ2周年記念ということでですね、はい、2月11日に、東京で開催したいと思います。はい、ということで、どうですか皆さん、約1年ぶりですけど、いやいや、どのタイミングでやろうかっていうのをずっと迷ってて。そうなんだ、ね、そうなんだよ。もう今年中にやりたかったんだよね、うん、言ったら、うん、けどいろいろタイミング合わないよ、なかなか、うん、そうなんですよ。合わないのよ。マジで思い出してほしい、去年の前回、うん、第1回のオフ会、うん、バカ面白かったの分かる。バカ面白かったね。めっちゃ俺らなんか一致団結したよね、うん、普段はまあ動画カメラ終わったら、はい、じゃあお疲れ、はい、帰れ、消えろって感じじゃない。言いすぎだけど、まあいなくなるっすけど、おっかい終わった次の俺らもうギュッてして大好きやーマジで、何このこと。え、そうだ、そうだ、言ったもん。泣いたやつもいたやん、多分。いたやつもいたやん、多分。いたやん、それもいね、多分ね、花粉症かなんかだけど。そうだね。俺あの日マジ花粉やばかった。メガネ外せなかった。そうか、確かにしてないかもしれない。まあということで、まあ今回もオフ会やるということですね。まあ前回よりパワーアップした僕たち、アンド、まあ第1回目来てくれた人は分かると思うけど、距離が近いんですよ。そうね、めっちゃ近い。だってやばいよね。だって普通にみんなと写真、一人一人と写真も撮れる。ガチこの距離で。そう、え、じゃあここにいたい。やばい。そう、めちゃくちゃ距離近いし、企画もやるんですけど、そのミニゲームとかももう視聴者さんとも超絡み合うような、もういろんな企画用意してるんで、ジャスティスターのファン、ティスターのみんなはぜひ来てください。よろしいね。その日のために俺前行くわ、もうエステ行くわ。いや、それはそうだよ、ね、一番かっこいい瞬間だってみんなに届けたいよ。確かにね。でそこでお前ダイエットした方がいいな。いや、でもなおダイエットしてるキャラ的に、うん、そっちも大事だから。もうずっとじゃあ脱毛行く俺。なんで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 いつからお前エステイコール脱毛も入ってくるいつからお前けなしキャラになってだって約2ヶ月あるから、うん、どうすんの今、何キロ体重大体。今ね、多分70ぐらい。70ね、まあ70ね。じゃあ60何いく当日2キロ。広げにしろよ。こうなるよ。そんなにはなんねえよ。大きみたいになるよ。これさ、当日測るのも俺だよ。あ、確かに。なうわ、これガチ言っとこう、うん、ダイエットすんの俺。急にね、食事制限すんの急にね。あと2ヶ月でどうする。じゃマジで大食い企画とか入れんねん。そりゃお前だって筋トレ行けばいいよ。そうだよ、お前チートデーだよ。逆に大食い企画じゃん。ちょっとマジでショートなんか相手じゃねえよ。そしたらマジでチートデーで俺に食わせたら多分もうマジで地球の国もなくなるよ。えぐい。チートデーでもトリコでもそんな食わせたら。お前らがマジで食事なくなるぞ。いいよいいな。いいよ。はい、何キロ発表した。60。おう、
最近測ってないからちょっとこういうの70超えてる可能性がある。いや65で、ね、今ちょっとカメラ内だから一応70って言ってみたけど、わい分かる、最近測ってないから。いくわ、ガチか。60、はい、6。おお、え、すごい、うん、すごい、いくね。え、いかなかったらどうするの。そこも68。ね、2キロでかい。じゃあ67いこう、間取って。ああ、そうそう、67で、ゴーキも67キロね。俺が一番きつい。ゴーキガチやね、ガチやね。ゴーキ一番ビジュ悪い状態。パンパンで今パンパン見て言うじゃん。違うよ、今パンパンじゃない、痩せた時のナオと同じ体重だから。今痩せてもパンパンやねん。パン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 じゃねえ。ちょっとはい、じゃあナオは、ということで、まあ結果発表まで見れるからこそ来てほしい方。確かにね、そこでしか言わないもん。そうだよ、インスタとか言っちゃダメ。そう、非公開で。公開頑張れな、非公開で。いくわ。俺今日マジここに来る前に俺うどん2玉食ったの。それが最後の美味しいね。マジうどん2玉1玉食って足んなくておいちにしたんだよ。うどんをね、マジで。はい、ということで会場全く同じ会場ですね、はい、ラパンエアドの東京でやりたいと思いますので、はい、はい、でお値段の方が3600円という感じでございます。ほうほうほう、ぜひもう前歯とか全部売ってでもいいから。どうせみんなってみんな前歯なかった。だってさ、いや多分喋れねえよ前歯。はい、ということで、もうぜひ応募してほしいということで、はい、もう去年よりパワーアップしてまして、はい、一回まだ来てない人も、うん、俺らまだ2回目だから、うん、確かに。もうジャスティスさんに会えるのに会いたいけどちょっと緊張しちゃうかもとか、初めて行く怖いかな、うん、俺らも同じ気持ちです。そうだよ、2回目だからね。もう失敗しよう、お互い、うん、お互い俺らミスっても笑って、うん、そっちのお客さんがなんかミスってても俺らは笑うから、うん、嫌なやつ、ショックだね、ショック。嫌なやつ、お客さんからしたらショック。俺らは笑わないよ。いやマジでちゃんと DM とかでアピールしてくる。インスタの DM とかさ、Twitter とかもいいからさ、うん、行きますって言ってくれば俺ら名前マジで覚える、ね、前回俺イベントちゃんと俺メモしてまで行ってくる、うん、ぜひみんな僕たちジャスでみんなで覚えに行くので、うん、皆さんぜひ応募お願いします。はい、ということで詳しい内容はですね、こちらの動画の概要欄に載ってますので、ぜひその URL から見てください。はい、はい、ということで、応募期間、チケットの応募期間が、先行の、応募もう始まってますなんて、この動画載ってるので、はい、始まってるので、もう今すぐこの最後のエンディング、ナオの一発ギャグとかゴーケの一発ギャグ見なくていいから、やらないよ。今すぐ飛んで、もう飛んで応募してください。はいはい、というと応募期間が12月19日の火曜日までですので、はい、20日になる前に応募してもらって、はい、ちゃんとお金振り込んでいただければもうバッチリですので、はい、ぜひお願いします。お待ちしております。はい、はい、ということで、じゃあ最後ゴーケ、なんでさっきのくだり何だったの。あれ深井ショートコント2人だろ。じゃあ、2人だろ、お互いでしょ。深井ショートコント、いただきます。え、ゴーキくん、初めて深井来ました、嬉しい。ありがとう。え、名前なんて言うの。ライコです。あ、ライコって言うんだ。え、何歳。実物よりかっこいいんですけど、ほんま。ありがとう。なんか、ハイタッチしてくれるんですか。うわー、手合わないですもん。俺も何を見せられたの。ずっと両方中途半端な、ツッコミ中途半端なボケ、ずっと何を見せられてるの。いや、どっかで入れるかなと思ったら入れなかった。入れなかったけど、入れなかったけど、入るうちねえわ。チラチラ見てきた。一番恥ずかしい。多分現実でもあるよ、このファンとゴーケ喋ってなおこうやって入れたそうで。どこが好きねえよ俺。という感じで、こんな感じで僕たちジャスティスさんぜひ会えるので、第2回の回皆さん絶対来てください。はい、という感じで、最後じゃあゴージャスティス号でもう皆さんが来てくれるという願いを込めてゴージャスティス号を締めたいと思います。はい、いきますよ、せーの、ゴージャスゴーゴージャスゴー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 ジャスゴー、バイバーイ、絶対来てねー。67キロ。最後の動画見てくれて本当にありがとうございます。ということで皆さん、第2回のオフ会絶対絶対絶対に来てください。僕たちもそのためにめちゃくちゃ準備するので、当日はみんなで楽しみましょう。それでは次の動画でバイバーイ。